とも。よっ。さあ始まりました。はい、12月の23日でございます。はい、あ、クリスマスイブイブ。あ、イブイブっていうの。あ、そうなんですね。そういう風に言うんだ。嘘。いや、京子ちゃんが決めたんだよ。そんなことないけど普通言わないですか。24日の前はイブイブっていうの、俺全国的だと思ってたけど違うのか。メリークリスマス。メリークリスマス、ね、またシワスですね、昔ね。本当にね、さすがにバタバタしてますよね。そうですね、本当ですね。ね、先日ね、そう、私たちも、あ、そう、先日、すいません、ありがとうございます。あの、私のディナーショー、まあ僕だけじゃないんですけど、ビッグニューサーさんとかね、いろんな方のディナーショーに大森さんが、もう大所帯で連れてきていただきまして、まさかその中に白石京子さんがいるとは全然知らないで、びっくりしましたよ。応援団に借り出しましたね。2、3日前ですよね。そう、19日ですか。あ、あ、そういうこと、うん、2、3日前にご連絡いただいて、うん、京子ちゃんに急遽、はい、ございます。私たちね、忙しい中をね、ちょっとでも、もう鉄平さんのためなら、鉄平さんファンですから、私たちは。追っかけますよね。張ってきたもんね、京子ちゃんね、あの時ね、レベルだから張って出てきたよ、ね。なんで張ってきたんですか。だから鉄平ちゃんのだったら、もう張ってでも行くって言ってた。うん、大森さんがね、顔にも似合ってるお花束を、はい、持ってきてください。顔に似合ってる花束を持ってきていただいて。でも、そしたらあの、花束よりさっさばの方がいいって言ってた人いましたね。それはもうニックニューサーさんでしょ。あの、シューさんしか言えませんよね、ああいうことはね。はい、そうだよね。お金大好きな人ですから。すごかったですね、あの、わかりました。ただ、ちょっと待ってください。はい、ちょっとクレームいいですか、大森さんに。はい、僕あの楽屋着とかで言うわけじゃないですか、はい、普段ね、はい、ジャージとかで、うんうんうん。大森さん、こんな感じ、これよりもビシッとした、はい、ね、そうですよ、来られるわけですよ。うん、普段着ですけど。僕より目立っちゃってるんですよ。すぐおもり上げだって分かっちゃうの。背も高いしね。いやいや、そんなことないですか。顔もはっきりしてるから。顔もはっきりしてるって。それ褒め言葉なんですか。もうちょっとなんか言い方変えてはっきり言ってくるんだよ。褒めてます、褒めてますね。なんかクリスマスのご予定はなんかあるんですか。ね、私は明日ね、クリスマスライブなんですよ。あ、どちらですか。横浜で。あ、最後の告知の時言うのを。いやいや、いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ。明日楽しいクリスマスライブです。あ、はい、そっか、京子さんは24号はどっかでね。5号はやっぱりクリスマスライブ、いいな、ソロライブ。へえ、僕はもう歌い終わりました。この間だってもう見事にね、華やかな、あ、いい場所だったしね。東京の夜景がバックにあってね。そうそう、うん、素晴らしかった。あのディナーも美味しかったですよ。そうそう、美味しかったね。フカヒレのスープとか。なんで？うわー、いいなー、食べてないです。食べてないです。お弁当でした。ね、そうですよね。出演者はね、いつもそうですから。代わりに食べさせていただきました。うわ、なかなかこっち側で客席でっていうのはもういないし、午後からディナーいただきたい。お酒も。お酒も、ワインをいろんなものいただきました。私は白ワインに、うん、はい。おもさんは何ですか。美味しく飲ませていただきました。ありがとうございます。はい、本当よかった。もうすっかりあのただの親父になってたんで。そんなことないでしょ。大声張り上げてました。ペペちゃんめっちゃ大声張り上げて、ペッペーって後ろから、すんごいでかい声。てっぺいぞとか誰か言ってたんだよ、なんか親父がね。後ろのほうから。すぐ分かります。なんちゃってあの観客席の方はベテランですから、私は。おあ、なるほど、なるほど。舞台の方はまだ初心者なんですけど。いやいや、観客席はベテラン。もう本当に。さ、皆さんの生まれるよりも長く。さあ、ということで、はい、今日の1曲目なんですが、はい、大森さんの歌が、はい、私が今日は今年最後になりますんで、はい、蛍子を聴いていただきたいと思います。わかりました。それでは大森明さんで蛍子を聴いてください。どうぞ。初めて知った
らぬ場所ほたるぽほたるぽともしてくれた俺の心に小さな明かり話はしない二人で暮らそう今の時期になんかぴったりなぴったりですよ。ホタルって夏じゃないんですか。違いますね。冬のホタルなんですよ。冬のホタルの話ですね。いやいや、はい、そうですか、ね、そうですよね。本当時期がね、ちょっとね。さあ、京子さん、はい、コメントが来ております、はい、渡辺俊人さんでしょうかね。白石さん、いつも綺麗ですねって。恐縮です。ありがとうございます。恐れ入ります。今自分でやったでしょ。自分でやらないっすよ。アカウントの名前が渡辺さんなんです。男の人の名前。いつもコメントくださる方ですよね。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。生で見ても綺麗だもんね。そうですね、本当で生で見てほしいですよね、やっぱね。なんかほら、なんか欲しい、なんか欲しい。いや、何も欲しくはないんですけど、やっぱこの生のね、白石京子やっぱり見ていただきたい。お会いしたことないかもですね、うん、ぜひ一度お会いしたい。あ、そうなんだ。あの、そうですね、え、ないですよね。いやいやいや、でもね、まあね、このコロナ禍でなかなかお会いする機会もなかったかもしれないですし、この間そういえば、あの、トメちゃんのさっき言ったあのディナーショーの時に、はい、私のお客様で、はい、京子ちゃんのファンの人が、うわー、生見れたって喜んでたんです。おー、本物だって、本物だっておっしゃっていただいて、本物だって嬉しかったですね。俺が偽物でも連れていくかと思ったのかな。本物だって喜んでたね。今日もコメントくださるかな、うん、っていうことは、いつもこの番組をご覧になられて。そう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 、ほらほら、来た、早速来てるかな。そうなんですね。
さあ、京子さんのでございましたね、歌に行きたいと思います。はい、はい、じゃあ本物の歌を本物の歌を、私の新曲で毎度毎度で恐れ入りますけれども、9月15日に発売になりました、小倉圭さん作詞作曲の少しは私に愛をください。ワンコーラスですのでちょっとですぐに終わってしまいますけれども、どうぞご覧ください。少しは私に愛をください。すべてをあなたに捧げた私だもの。一度も咲かずに散って行きそうなバラが、鏡に映っているわ。少しは私に愛をください。ありがとうございます。いいですね。さすが女優だね。女優はこれからですね。来年楽しみですね。来年3月、ね、はい、ね、楽しみです。それまではもう太れませんね。そうなんですか。しっかりセーブしないと。あ、そうなんです、ね、なんで俺見てるんですか。いや、僕もね、痩せますよ。来年は。いつ、あ、来年。来年は痩せます。うまかった。なんで。なんで。なんで。いや、いいじゃないですか、お前さん。僕だって痩せたって。なんで痩せるの。なんで痩せるの。まあいろいろちょっとね。番組の企画とかいろいろあってですね。さあ、コメント来たんですよ、ね、はい、そうそう、渋谷みどりさん、この前生でお会いできました、ね、ありがとうございます。そうそうそう、三人様こんにちは。こんにちは。先日は生の鉄平さんと京子さんに会えて嬉しかったです、はい、ハートマーク、ありがとうございます。ありがとうございます。お会いできて私も嬉しかったです。嬉しかったですね。こうやってなんかお会いできるっていいですよね。こういうコメントいただいた方からと直接ね、そう、お会いできる。今日は仕事中じゃないんですかね。仕事中だと思うけどね。そういえば僕もそういうお会いできるって言えば、2日前に僕あの福岡の方行きまして、うん、久しぶり僕の親父と会いました。あ、本当、あの熊本から来てくれてですね、うん、まあ、年に一度ですけどね、うん、あのなんか元気な姿を見て、うん、まあ、よかったなと思いますね。なかなかね帰れたりもできないんで、うん、まあね、お世話になりました、ね、福岡のね、広野マスター、ありがとうございます、うん、さあということで、はい、私の歌いってみたいと思います。塚原鉄平の新曲です、錦をあげて。どうぞ。錦をあげて帰ってくるよ。あれから10年、目鼻もつかず夜空見上げてあなたを思う。時代の流れに取り残されてもがく心に酒が染みる。
昭和に生まれて平成に置き忘れてきた同じ元気でいればそれでいいと母は言うけれど甘えず媚びずただがむしゃらに生きてこれたと今さら思うそれでもいつでも気がかりだった母の体と家のことが都会の暮らしはどうかの今でも聞こえるあの声が錦をあげて帰ってくるよ今まだ叶わぬあの日別れの駅で手を振っていた母はもういない錦をあげて帰ってくるよ気持ちは今でもあの日と同じ元気でいればそれでいいと母は言うけれど鉄平で、西を挙げていただきました。さあ前回の秋山涼子さんからのご紹介でございます。杉本和也さんです。イエーイじゃない。ありがとうございます。なんかかっこいいね。かっこいいでしょ。だから隣嫌なんですよ。寄りましょうか。いやなんかあの急にさっきテペちゃんが俺痩せるって言った意味がちょっと分かったです。分かります。ちょっと分かったような気がする。痩せました？杉本さんいない時はあんまり感じなかったんだけど、いたら、うん、なんか分かるようなちょっと気がした。そうですよね。すらっとね。でも、ね、一緒に同じ野球選手だったんだよね。うん、あ、野球選手か、まあ、あの野球をね、高校球児。高校球児、はいね。だから、ポジションでいくとなんか、杉本さんがピッチャーで、はい、ペちゃんがキャッチャーみたいな。見た目はですね、見た目はそうなんですけど、そのままじゃないキャッチャーではないですよ。僕はセンターですね。あ、じゃあ同じじゃないですか。あ、そうなんだ。僕も一応センターで2番手ピッチャーだったんで。センターで2番って同じでした。同じで。どうやら同じだった。どうやら同じでした。うん、なんかいろいろ歌も一緒にやったりとか。そうですね。はいはいはい、もう4年ぐらい前、はい。そうですね。スタートはもう5年ぐらい前なのかな。前か。はい。ツアーでいろいろ全国回らせてもらって、はい、その時もね、いろいろ行かせてもらいましたけど。行きましたね。同じまあステージじゃないですか。うんうんでいつも和也くんが隣なんですよ僕、うん、あそう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 となると、うん、もう足の長さが違うんですそこですか
そこかい。マジでね。レンって言われても入ってないよ。うわ長いな細いな、大丈夫だあの 歌だから。すごい慰めるね。すごいフォロー。いや長いに越したことはない。俺なんかあのデビューするときに、はい、ちょっと演歌歌手にしてはデカすぎるんじゃないかなって言われたことあるんだから。それ言われたことはあります。ただデビューした頃、演歌の歌手って、みんな小さくないといけないみたいな、言われましたよ。あ、そう。なんでですかね。はい、それはもう、生まれた時点で決まってる。そうですよね。それ無理だろうと。俺もその言った人がこんな小さい人だったんだけど。だからでしょ。多分昔そうだったんじゃないですか、ヒットをされた方が。皆さん、小柄な方が多かったと思います。大きいイメージはないのかもわからないですよね。大きい人はスポーツとかなんかやる人が多かったんですね、きっとね。でも、てっぺいさんも大きいですもんね。うん。いや、俺はそんなに大きくない。いや、そう。言い方じゃない。お二人から言われたことですけど、いや、まあまあね、体がでしょ。うん。だから声量あるもんね。だから声量ありますね。大きいから。つなげましたね。さあ、杉本和也さんは、出身が石川県。石川県です。河北市と。河北市。河北ってひらがなで書くんですけど。あ、ひらがなの。あの三町あって、その3つの町が合併して一時期流行ったじゃないですか。うん、流行ったって全国的にね。その流行った頃ですよ。乗っかっちゃった。乗っかってきたんですよね。3つの町って何の町ですか。宇野家っていうところと七塚っていうところ、高松っていう三町があって、僕は宇野家というところだったんですけど、で、河北ってあの三水に加納の川って書いて、北って書いて河北って書いて、まあ、宮城県にもあるんですけど、あ、そう、そう、あるんですよ。で、その河北をひらがなで、その時期流行ったじゃないですか。いや、確かに流行った。流行った、流行った。それは流行った。ありますよね、今、いろんなとこあると思うんですけど、河北市っていう市になって、今そこのふるさと大使をやらせていただいて、任命してる。なんかみんな一緒だ。あ、そっか、熊本の。まあ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 、そうですね。人吉。人吉ではないですけどね、水上村という。違うところだけど。それで、山武市の観光大使。あ、京子さんが。そうですか。それで、下本さんが河北市の。河北市です。観光大使。俺がカラオケ大森さんはもう、そうですね。そうですね。そっか、そっか。そっか。そこで、いくつまでそこに、河北にいたんですか。結構長かったんですけど、25まで、今ちょうど40になりまして、上京して15年です。何がきっかけでこっちに出てきたんですか。歌手です。もう歌手になりたいから、歌手です。東京に。そうだ、それもてっぺちゃんとしたね。20歳ぐらいの時に一回会ったんですよ、事務所から話が。お話して、で、ずっと迷って、で、まあ親とか相談したりとかあったんですけど、もう就職してたんですよ、あの仕事で。それこそサラリーマンやってたんですよ。あのルートセールスって言うんですか、大江機器とか。大江機器ね。そんなことが好きだったんです。やっぱり商業高校だったんで、機械触ったりとかが好きだったんで、そういうのの営業やったりとかしてたんですよ。でもやっぱりさ、ほっとかないよな。もう歌も声もいいし、もうとってもね、スタイルがいいし。いや、大森さん、めちゃめちゃ声いいですね。いやいや、さっきね、僕、あの、出るときすごい喉をちゃんと鍛えて、いい声で出てやろうと思ったら、全然出なかった。負けないよ、みたいな。負けないように、大森さん負けないように、その低音を聞かせてやろうと思ったら、よく言うわ。全然出なかった。いや、でもいい声してるもん。すごくムード感がぴったりで。デビュー曲があれなんだよね、サザンクロスさんの。星の、あ、いやいや、ですね、サザンクロスというタイトルで、そう、よく僕も間違えられたんですけど、それで間違えちゃった。はい、タイトルがサザンクロスというタイトルで、でもムード歌謡好きで、まさにサザンクロスさん、まあそれをネタにして、よくステージで。で、デビューする前は、なんか、プロフィール見ると、なんか、先生って呼ばれるような、ね、いいですか。何がいいですか。先生、先生なの。先生、歌手にデビューする前に。学校の先生？教師免許じゃないですけど、ビクターのあの教師の資格取っちゃったの。デビューする前。僕あのデビューがビクターで、でそのデビュー前に歌謡音楽連盟ってあるんですね。カオンって言うんですけど、そこの免許、そう、講師免許も取ったんですよ。それは歌謡ですか？
その講師になるためには。そうそう、通って1年ぐらいずっと通ってあの教材みたいなのがあって、それを勉強して、うん、で年に1回この試験を受けて合格するかどうかっていう。へえ、それは実技も当然あるわけですよね。実技はないです、学科だけです。そう、そう、はい、学科だけ。っていうことは、そのあまり歌があのっていうか、あのお得意じゃない方も、あの歌のうまさとかじゃなくて、ほら教える、なるほど、そうだから、いわゆる理論ですよね、うん、誰でも先生になれるっていうのも中にあるんですけど、はい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 、なんかビクターはすごくこだわってたらしくて、へー、ちゃんとしたあの理論を、音楽理論を勉強 なるほど、した方じゃないとその免許を渡さないよっていう。なるほどなるほど、うん、より分かってきた。だからやっぱり歌もしっかりしてるんだよ。ありがとうございます。アメリカのね、ことわざにあるんですよ、はいはい、自分がより深く知りたければ人に教えなさいっていうことは、ことわざがあるの。ほう、だから何かの先生をやるっていうことは、はい、自分の、あの、なんていうの、知識とか、はい、技術とか、それがよりアップされる、人に教えることになると、そういうことわざがあるから。なるほど、だから先にそういう理論を勉強して、もともとはまあ歌が上手に決まってるんだけどね、研究だから言わないだけで、でそれにプラスそういう技術面とか、うん、教師の資格を取るっていうことによって、うん、歌の基本っていうか、そういったものがよりしっかりしたんじゃないですかね。うん、うん、とても素晴らしい、素晴らしい言葉ですね、言葉をいただきました。そういうのがようやく大森さんがこの第11回目にして、え、大森さんの良さがようやく出ました。いつもね、いつも2次会でしか出ないんだよ。そうか、終わってからなんだ。そうなの、1次会で出ないの。はいはいはい、200円でしょ、結構言うてるよ。それ1時間で聞いていただけますかというのがちょっと多かったり、はいはいはい、大森さんの素晴らしい発言が出たところで、はい、歌いっていただきま、先生の歌をちょっと、はい、ありがとうございます。いや、でも本当にあの、はい、その頃の勉強が生かされて、うん、今作詞作曲を自分で、うん、やってるんですね。で、その曲をちょっと聴いていただきたいと思いました。自分で、はい、どうですか、はい、最新曲のカップリング曲になります、はい、イタズラバナ、聴いてください。どうぞ。あなたが似合うと褒めてくれたクロスじゃ私の本音も隠せやしないわ。だけど気づかせはしない、うまく隠してみせるわ。心のメイクも慣れたのよ。今夜もまた望むならこうしてほらめかしていくわ。この体なら全部あげるわ。未来がないこと承知の上よ。独占欲胸に秘め格好いいね。いいんでしょ。格好いいねこれ。そうだね。ライブ用に作ったんですこの歌。あんまりこう歌謡曲演歌ってこう盛り上がる曲ってあんまりないじゃないですか。作詞作曲だよ。うん、素晴らしい。先生、先生です。先生。何回言ってすごいわ。さすがの運動神経が踊りも ね、決まってますね。ポーズね。いろんな歌ね、はい、自分のそのオリジナル曲って結構振りがある。ありますね、あ、ほとんど振りがありまして、ね、
前作に大変なことになってしまったんですよ。なんで？僕ずっと歌謡曲演歌の中でセクシー担当って、まあ、ずっと回ってる時にセクシー担当、セクシー担当って話させていただいたんですけど、前作が闇に溺れるって曲で、はいはいはい、振り付けがついてるんですけど、もう3日間レッスンしていただいて、振り付けの先生にすごい大人のセクシーな感じのはいはい、はい、振り付けなんですね。みたいな。そうでしたね。それでちょっとやってもらっていいですか？ね、ここでこれだってだけもう YouTube これ上がるんですよね。あれで今流れてるし消えないんですよね、ずっと。消えないですよ。残ります。一瞬、まあ、はい、はいはい、来て来て来てという、はいはいはい、まあご存知です。一緒にやりますか、はい、じゃあ。いやいや僕はいいですよ。いや俺はいいよ。俺はいいんですよ。ですね、はいはいはい、まず、はいはい、最初キーって、で左の胸で右の胸にキーって、はいはいはい、来てで最後開くんですけど、はい、どうやってやるか、はい、いきますよ、はい、キーってキーって来て、うわうわ大変失礼いたしました。これはセクシー。後ほど切っといてください。切れません。あ、切れません。いや、それもご自身もそうですけど、ダンサーをね、はい、引き連れてね。そうですね、ダンサーもあったりとか、あと各地で、うん、本当踊りたい方とか、おうおうおう、募って、はいはいはい、で各地でそのバックダンサーとして一緒に踊っていただいたりとか、みんな覚えてくださるんですよね。なるほど、はい、みんな乗るだろうね。足も開くんですか、皆さん。足の開くのが難しいですね。どんな感じでしたかね。もう覚えないの、さすがに。やらせるよね。いやらしいですね。杉本さんね、京子ちゃんも得意なんですよ、はい、ああいう振り付けとか。あら、私はディスコバンドとか結構やってますので、なんか、どんな振り付けなんですか。ね、今度見せたいね。こんなのかっこいい方ですね。京子ちゃんの振り付けみたらどんな感じか。嬉しい。これも残るんだよね、やっぱり、ね、残りますよ。こんな番組じゃないんですけど。今日初めて動きましたね。はい、動きがいいですね。初めてだね。うん、ね、次じゃあ大森さんに。最後大森さんに連れていただこうかなと思ってます。なんか急に用事を思い出したんだけど。さあ、ね、川島君は、はい、まあ、作詞作曲もそうですけど、はい、なんか、まあ、凝ってるというか、ほら、最近、はい、ご自身でね、いろいろ集めたりしてるものあるでしょ。ああ、もう集めるいろんなコレクションもあるんですけど、うん、もう偏ってるんですが、うん、僕まず配信、まあ今日もそうですけど、うんうんうん、こういったマイクもそうですし、カメラもそうですけど、うん、こういうの大好きで、そうだね、自前で全部自分でやるで す, すごいよね、はい、たまたま今日ライトも自分、ま、全く同じもの持ってるんですけど、とか、うんうんうん、はい、だからもう全部ですよ。それはいつぐらいからこれはもうコロナ禍になる前からだったね。あ、なるほど。はい、でしたでした。まあ、自分の家でできちゃうね、じゃあ。全部ね。あ、そうです、そうです、ね。もうどこでも出張で。で、その話でちょっと宣伝になるんですけど、うんうんうん、今日の9時から、うん、配信予定で、うん、しかも車の中から、うん、配信します。まあ、運転しながらじゃないですよ。僕は歌ったりとかするんですけど。うん、車の中からどうやってやるんですか？車の中に全部セッティングしたんですよ。はい、だ2カメでちゃんとこう撮れて、あと夜景も撮れるように、うん、一つは外に向けてみたいな感じで今やろうかなということでセッティングまで終わりました。ライブ配信みたいな感じなんだね。そうです。やっぱり全国というか、まあ、世界的に見れるものですから、うん、やっぱり東京の夜景って見たくても見れないっていう方がたくさんいらっしゃるかなと思いまして、せっかくクリスマスですから、うん、そういうのも楽しいかなと。あ、じゃあもうサンタの代わりみたいな感じですか。そうなんですね。いやいやいや、そうなの。っていうことは、はい、どこどこに来てくださいっていうのがあれば行くんですか。あ、そういうのもいいですね。え、やれるんですか。やれますね、もちろんですよ。じゃあ僕が杉並に来てくださいって言ったら、はい、来てくれるんですか。それはどういうことですか。ライブ配信やってる時に僕が、ちょっと生で見たいなっていう感じ。僕の配信で出張で哲平さんとやるということです、はいはいはい、違います。え、見てるお客様がなんか生でもちょっと見たいなっていうのは、はいはい、ああ、もちろんです、もちろんです、そういうのもできます。おー、いいですね。ただ僕が演ずる方でもあり、はいはいはい、配信する方でもあるので、はい、歌いながら当然撮れないこれがネックなんですよ。だからうちのスタッフに教えるという作業は大変で、そうだよね。そうなんですよ、事故った時何もできないんですよ。そっか。そう
結構配信って事故るじゃないですか。事故りますね。結構事故ります。これが大変なんですよ。でもすごいね。そういうのやっぱね。本当すごい。素晴らしい。好きなんですよね。好きなんですね。配信とかオンラインね、はい、ライブとか結構もう早めにやってましたね。早々でしたね。ね、はい。一緒にやらせてもらったりとか。そうですね。本当にすごいなと、どんどん増えていくんですよ。やっぱり機材がね、本当こういうの買ったんですよ。そうなんです。金かかるんです結構、はい、あとお酒が長いそれにはそれはですね、あの長いというか短いんですよね僕から言わせていただくと俺が短いんでね短いんですよ、うん、本当に分かりやすいんですけど、うんうん、多分皆さん ご一緒されたことがあるかなと思うんですけど、だいたいまああの9時前8時半ぐらいからかな、ちょっと目が変わってるちょっとね、そう眠くなるからなんかちょっと目が、まぶたが重いそうだなっていうのをすぐ僕察知するんですけど、てぺちゃん早寝早起きのタイプ。そうなんです、そうなんです、そういうことなんです、うん、そうそう、こっちはもう遅くまで飲まれてる、うん、帰りたがりませんか、すぐ、うん、いや、帰りたがりそれはちゃんとサイン出すんですね何のサインよなんかこう、ちょっとこう立つ立ったりとかジャケット着たりとか違う違う違う、まあ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 ね、サインでしょあれ絶対、まあ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 、はい、いや一回それで終電を逃した時もあるんですよ、一緒に乗ってて、ね、確かにありました、だからね、はい、あとやっぱりそのいろいろね、お酒ほら何でも飲めるでしょ、はい、お酒もうだから料理に合わせてその今日は日本酒とかワインとか、ね、何でも好きですね、あの料理もそうですけど、うん、そんなに好き嫌いもないし、器用なんだね、きっとね、器用なんですよね、いやいや飲み方まで器用なんだ、そう、飲み方まで器用なんですね、さあ、そろそろ新曲を聴いていただこうと思います、ありがとうございます、タイトルが、東京の男が好きなんかというタイトルなんです、まあ、大阪の曲なんですけど、はいはいはい、これもあの、まあ、自分の曲でもあり、うん、実はあのシルビアさんが以前、13年ぐらい前かな、うん、歌われて出まして、うん、多分これ最後の曲になられたんだと思うんですが、うん、出してすぐにもうがんの宣告されてしまいまして、あやはりあの活動がこの曲でできなかったらしいんですね、うん、だからちょっと結構なんか心残りというか、うん、皆さんがね、あの、うん、ディレクター、プロデューサーも含め、うん、みんなこれどうにかしたいっていう思いがあったみたいで、うん、僕の10周年記念曲として、うん、再び世の中にという形で、発売させていただきました。じゃあそれ、はい、では早速聞いてみましょう、はい、末本和也で東京の男が好きなんか聞いてください、どうぞ。
ついたこ焼き、ごつい指輪の方です。ごついたこ焼きでどんなやつ。ありがとうございました。いい歌ですね。ありがとうございます。さあコメントが来ております。やすこさんですね。和也くんの登場待ってました。と来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそしてくらぞうさん、はい、スタジオの皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。久しぶりに視聴させていただきますというね拍手を受けます。そうどうしてんのかなって言ったんだよね、くらぞうさん。そうですね。お久しぶりでございますね。くらぞうさん。くらぞうさんね。ね、名古屋、東海の方でしたね、三重でしたね、亀山の方でしたね、そうはい、いつかお会いしたいですね、私はお会いしたことありますよ、あ、そう、そりゃそうですよね、もうね、京子さんとね、ファンの方ですから、さあ、ということで、はい、杉本和也さんに今日ね、お越しいただいておりますけども、はい、もう終わりですか。え、まだいるんですか。なんかもう締めの感じ。いやいや締めませんよ。帰らなきゃいけないのかな。それでお聞きしたいことがあるかなと思って、大森さんとかね、今日も。書道がまた大変。ありがとうございます。上手というか、三段ですか。はい。もうそんな全然上手でもなんでもないですけど、最近書き初めをやりました。解放誌、ファンクラブの解放誌で。なるほど。まあ、先に書かなきゃいけないの で、ねはいはいはい、で書き初めをちょっと書いてみたんですよ。2日、2、3日前かな。まさにこういうの白、真っ白の着てまして、うんうん、それでやっちゃったんですね。えで、あえていや、まあ、いいかなと思って、まあ、つかないだろうと、うんうん、まあ、慣れてるから、うんうん、つかないだろうなと思って書いて、もうつかなかったんですけど、うん、その筆を洗おうと思った時についちゃったんですよ。もうダメですね、あれ一回ついたら。そうなんですね。そう。そのまま模様描いちゃえばよかった、そのやつに。あ、なるほど。そこに描けばよかったの。そうそこに書道で字を。さすがですね。あ、それいいの。うん、ねえ。そう。まだついてるんでしょ、まだそのまま。そのあ、もう捨てました。捨てたの捨てたの。はい。今度こういうのに自分で変えちゃったりしたら、それいい、ファンの方喜ぶかもしれない。それいいですね。いいですよ。なんか困った時、大森さん聞けばいいんだ。グッズとして、グッズとして、一点物。ね、はい、販売。いや、書道っていうのでもね、と思ったの、すごいなんか今の若者風っていうか、とってもそういうおしゃれな感じの雰囲気じゃないですか。はい、そしてなんか書道っていうと、もう我々が、それこそ子供の頃よくやってたから、そうですよ ね日本の男っていう感じなんだけど、両面持ってるんだなと思って、うん、そこもいいなと思いました。ありがとうございます、ね、初動もやる先輩、ありがとうございます嬉しいですはい、いくつからやってる書道ですか。書道は今やってないんですけど、小学校1年生からかな、保育園の時からやったかな、結構長かったですね、中学校ぐらいまで。はい、やってました。3段、まあ長くやれば上がるんですけど。そうなんですか。でも大したもんだよ ね3段だからね、やり続けるっていうのもまたね、だ好きだったんですよね、さっきと同じで、やめたいとかそう思ったことないかったんで、書道に関しては。だから黒板とか書くのが好きなんで、ノートをこう黒板で写すのも自分でレイアウトしてすっごい綺麗に書くの好きで、でも全然入ってないんですけど、内容はね、やっぱり才能豊かなんだ、いろいろね、いろんな面がこうですね、そうですね、広く浅く、あと潔癖ですもんね、非常に潔癖ですよ。全然褒められてから感がしないですけど、 A 型、AB 型、いやでも、血液型は O 型です。 O 型ですね。やっぱりそういうのって書道に関連するよね。関連するんですかね。だって真っ白い紙に黒い墨でこう書いていくっていうか、うん、もうそのこと自体が そういうある意味潔癖っていうかさ、そういうところがあるんじゃないですか、土台に、うん、ないですか、そういうのは。ないです、全く何とも思わないです、ね、いや、そんなことない。やっぱりてっぺーちゃんもやっぱりそうだもん。いやもうすごく貴重面だもん、きちんとしてっぺーさんの楽屋で、うん、スーツケースっていうんですか、トランク、はい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 、めちゃめちゃ綺麗に入れてますよね。そうそう、本当ですか。あれすごいね。意外だ。それはちょっと言わないで、恥ずかしい。そういうの恥ずかしい。ぐちゃぐちゃでしょ。ずっといてよ、ぐちゃぐちゃなのよ。めちゃくちゃ綺麗だったんですよ。そんな綺麗にはしてないよ。パンツも予想りぐらいにきちんとやってるんだ。
あれは、だってあれなかなか難しいじゃないですか。あの仕切りがないから、うん、どこに何を入れるかちゃんと決めて、なんか箱みたいなのを入れないと綺麗にできないはずなんですよ、うん、なんか急に恥ずかしくない？めちゃくちゃ綺麗なんですよ。わかるわ。俺なんかさ、このちょうどこの番組始めた時、はい、進行表俺がマジックかなんかでざっくり作ってたの、手書きでわーって、はい、そしたらあっという間にもう全部お任せ、ね、本当にすごいですね。コテちゃんもすごいきちっと ね、実はあの一番打ち合わせが長い。そんなことしたことないですよ。だからね、もう本当この本番はてっぺちゃんあの本当やっていただいて、二次会の方で俺がちょっと頑張らせていただいてその話だったの、ね、だけの話は。だからもう、ね、すごいきちんとしてんだよ、進行表とか。してないですよ、全然僕はしてないです。いやいやいや、最後がさ、もうお任せですよ。もうすごい楽に楽させていただいてありがとうございます。ありがとうございます。なんですかこれは。急にてっぺちゃんも書道やってた。やっぱり書道はやってました。やってた。あ、やってたんですか。あ、やっぱりやってましたよ。あの僕このタイトルとか僕自分で書きました、ね。自分の。あ、ですよね。僕なんかそう思いましたよ。はい、結構ジャケ写のタイトル、大事、ね、大事は自分で書かせて、イメージに合えば使ってくださいっていうふうには、うん、あのさせてもらってます。すごい。あ、じゃあやっぱり杉本さんもやっぱりそういうの自分でシャツにちょっと変えちゃったりとか、はい、そういう感じでいいかもしれない。それだと例えばファンの方にちょっとたまにプレゼントしちゃうとか、はい、そういうの。喜ぶかもしれない。そうですよね。あれコンテクの時だったかな、あの やったね、大きい紙に、うんうん、本当にこういう大きい紙に、うんうん、あの太い筆で書きましたよ。いいね、はい、やりたいよね。やりました、やりました。筆は持ってるんで、いつでも筆は持ってる。筆が高いんですよ、あれ。高いよね、まあ、確かに高い。もう得意だからね、それやったらいいかもしれない、うん、すごく楽しいですね、うん、書道は楽しいです、やっぱり。うん、さあ、意外な目見せていただいたですね。25日クリスマスのご予定は何かあるんですか。あ、クリスマスは、はい、ないんですけど。あ、ないんですね。あの26日にまたツイキャスを毎週日曜日の4時から、はい、1時間半ぐらい一人でギター持って皆さんのリクエスト曲を聴いたりとか、自分の曲歌ったりとかしてまして、うん、まあ、1時間半ぐらいやって、26日だけ忘年会配信、まあ、年末なので、7時から夜の7時から、はい、また同じツイキャスで、やろうかなと思ってます、うん、よかったですね。遊びしてますいつでもお待ちしてます。気軽に、はい、気軽に、はい、忘年会なんで、めちゃくちゃ密になるじゃあ、あとはてぺちゃんと京子ちゃんの告知を、はい、僕はですね、1月の1日から、配信ライブがございます、地元あの人吉の方でですね、熊本の人吉の方で、まあ、水害のがあった復興ライブということで、ちょっとフライヤーが出ますかね、これそうですね、人吉光の復興プロジェクトと題しましてですね、三原綱木さんがスペシャルゲストで、お越しいただいております、はい、人吉出身の私、塚原哲平、そして、フォークデュオのモグラの2人とですね、うん、3組で、やらせてもらいます、1月の1日から、1週間見れるんですかね、アーカイブでね、チケットが、まあ、3800円ですけども、ぜひ、人吉の復興のためにぜひ皆さんよろしくお願いをいたします。さあ、京子さん。はい、28日、まあ、25日か、はい、千葉の方でソロライブ、ピンクペイズリーさんというところでソロライブをやらせていただきます。それから28日、歌の手帳さんの主催で、うん、歌謡ステーションっていうのを前からキャンペーンでやられてると思うんですけれども、配信版っていうオンラインバージョンですね、それを、3時だと思いましたから、配信無料でございますので、はいはい、確かね、ツイキャスだと思いました、はい、ぜひご覧くださいませ。お願いいたします。大森さんは、はい、どうですか。私は先ほど申し上げたんですけど、明日、横浜でクリスマスライブがあります。それと1月の9日には浅草で歌謡ショーがございます、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで杉本君、はい、次回のゲストの方を紹介していただきたいんですが、はい、僕もあのですね、はい、静岡の方で、はい、熱海かな、はい、何度かお会いした方なんですけども、はい、八木春子さんと大和太郎さん、お二人を、
ありました。よろしいですかね。はい、はい、ありがとうございます。そしてね、放送ね、今日が最後でございますから、ね、また皆様とお会いしたいと思います。それでは皆さん、何ね、良いお年をお迎えください。どうもありがとうございます。良いお年を。